三日市町駅は大阪府河内長野市にある南海電気鉄道高野線の駅。駅番号は NK70。快速急行以下の種別が停車する。特急臨館の一部が当駅に臨時停車したことがある。2005年10月16日のダイヤ改正以降は下陸間急行の多くが当駅を終着とするが、上り角駅停車として折り返す列車もあるため、 当駅を始発とする、上り区間急行は少なくなっている。また、高野線での準急発着駅としては最南端である。河内長野市のニュータウンのターミナル駅であると同時に、河内長野駅と同じ高野街道の最寄り駅で、観光地奥河内の玄関口でもある。1973年に駅舎が強常化された後も、 長らく設備は遅れていたが、国土交通省の鉄道駅総合改善事業として、事業主体となる三日市町駅整備株式会社を設立しリニューアル工事を行い、2007年には、設備的にも、外見、周辺環境の面からも改善、拡張され、この地域を支える駅の一つとなった。相対式二面二線のホームを持つ、京城駅。ホーム有工場は8両。 駅南方には Y 線形の半地下式折り返し電流線が一本備えられている。1995年まで林間田園都市駅を越えて橋本高野山方面を6両編成以上の列車は当駅で車両増減を行い、当駅以南は4両編成で運転していた。その後、橋本駅に変更時にズームカー、急行校重量運転も開始したが、 当駅では増結作業を実施せず、次の河内長野駅4番乗り場で行うことになった。改札口は駅舎2階と1階の2カ所あり、2階改札口には窓口があり、改札機5台と券売機2台、生産機1台で、チャージ機は設置されていない。1階改札口は2番線と直接で入りする構造で駅員が配置されておらず、 券売機も1台のみのため乗車駅証明書、発行機があり、改札機は IC カード対応の2台が設置されている。改札内にエスカレーターエレベーターがそれぞれ2機、改札外にエレベーター1機が設置されている。橋上構えの河内長野駅と当駅間が、単線時代は島式ホーム1面2線で、駅舎とホームとは構内踏切で連絡していた。 2019年時の1日平均乗降人員は14,454人で、南海の駅全100駅中21位である。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下表の通り。駅周辺は大規模な新興住宅地が広がっている。駅西側は、再開発により、駅前ビルフォレスト三日市が2階改札口と、ペデストリアンデッキでつながれていて、各、 ニュータウンへつながるバスターミナルがある。また、駅東側にもバスロータリーがある。再開発前の駅周辺は、古くからの宿場町であったため、大型車両の進入が困難であり、駅から徒歩5分ほどのバス展会場や、旧三日市町駅前バス停などで発着していた。2007年の再開発で駅西側に新設された、 バスターミナルと従来の東ロータリーに発着点を変更し共用されるようになった。路線バス南海バス、すべて河内長の営業所担当。くすが地域、乗り合いタクシーくすまる東側ロータリー深夜、急行バスフォレスト3日、市駅西側駅東側1914年の開業時より3日市長駅だが、所在地は当時、南河内群三日市村だった。 町をつけた経緯は不明であるが、1910年開業の北陸本線3日、市駅への配慮や、高野街道の宿場町であったことなどが考えられる。ちなみに3日、市駅の所在地は当時、下新川郡三日市町だった。ありがとうございます。